プロビアは、富士フィルムのカラーリバーサルフィルムのブランド、富士クロームを関する銘柄のシリーズである。ベルビアと並ぶ、富士クロームの主力ラインである。1994年2月、富士写真フィルムは、富士クロームプロビアシリーズとして、富士クロームプロビア100、富士クロームプロビア400、富士クロームプロビア1600の製造販売を開始した。それぞれ、 1983年3月発売の富士クローム100プロフェッショナル D、1980年4月発売の富士クローム400プロフェッショナル D、富士クローム1600プロフェッショナル D の後継製品である。2000年7月、富士クロームプロビア100回、富士クロームプロビア400回の製造販売を開始する。同社の経営者がこのプロビア F シリーズを 世界最高級の粒醸成と自負しているが、背景として、印刷業界でのカラーリバーサルフィルムのスキャナ取り込みの、日常化による粒醸成向上の必要があった。プロビア F2 種の特徴は、世界最高の粒醸成、抜群の現像感処理性、色再現性と、調子再現性の向上であった。翌2001年6月、富士クロームプロビア100回及び、同400回が、 カメラグランプリ2001でカメラ記者クラブ特別賞を受賞する。2003年6月、富士クロームのラインナップに新たに、富士クロームベルビア100回、よび富士クロームベルビア100、アスティア100回が加わったとき、開発者は、プロビアを主力、中心とした富士クロームのラインに、高調高サイド型のベルビアと、南調低サイド型のアスティアを加え、写真化。 撮影者の様々な撮影意図に応えるべく開発したとしている。2006年4月、富士クロームプロビア 400X の製造販売を開始する。2010年4月1日、富士フィルムは同日改正された化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律でペルフルオロークタンスルフォン3が第一種特定化学物質に指定されたことを受け、 同成分を含有した製品を同日現在は製造していないこと及び過去には製造していたもののリストを発表した。プロビアに限って言えば、富士クロームプロビア100回のシートフィルムのうち2000年1月から2004年4月製造分にホースが含有されていることを明らかにした。プロビア100回は2000年7月に発売された富士フィルムのカラーリバーサルフィルム、 写真フィルムである。プロビア100回で撮影したスライド写真。同製品は、1994年2月に発売された、富士クロームプロビア100の後継製品であり、1983年3月発売の、富士クローム100プロフェッショナル D。さらに1978年10月、富士クローム100プロフェッショナルタイプ D に期限を、遡れる。流常性は RMS。 8であり、色再現においては、ナチュラルカラー、サイドは高サイド、階調は標準であり、シャープネスは高い。タングステン効果では、富士色温度変換フィルター LBB-12、あるいは、ラッテンフィルターナンバー 80A を必要とする。ロールフィルムについては、135フィルムでは、厚さ 0.127mm、120.220フィルムでは、 厚さ0 0 9 8ト、mm、ルのセルローストリアセテートを支持体とし、45インバン、5×7 インバン、80インバンと1114インバンのシートフィルムでは厚さ0 2 0 5ト、mm、ルのセルローストリアセテートを支持体とする。現像処理は他の富士クローム製品同様、富士クロームフィルムプロセス CR-56 よびコダックのカラーリバーサルフィルム、 エクタクローム現像処方である E-6 現像を指定している。プロビア 400X は2006年4月に発売された富士フィルムのカラーリバーサルフィルム写真フィルムである。プロビア 400X で撮影したスライド写真。同製品は2000年7月に発売された富士クロームプロビア400回の後継製品であり、1994年2月に発売された 富士クロームプロビア400、1980年4月発売の富士クローム400プロフェッショナル D に期限を遡れる。増感によって A1600 まで感度を上げられる点については、1994年2月に発売された増感専用カラーリバーサルフィルム富士クロームプロビア1600、さらにプロビア以前の富士クローム1600プロフェッショナル D のラインの後継製品と言える。 流浄性は RMS-11 であり、色再現においては、イメージカラー、サイドは高サイド、階調は標準であり、シャープネスは標準である。同製品の特徴として、開発者は、感度、増構造画質の大幅な進歩、色再現性の向上、画像剣道性にあるとする。タングステン効果では、富士色温度変換フィルター LBB-12、あるいは、 ラッテンフィルターナンバー 80A を必要とする。製品はロールフィルムのみで135フィルムでは厚さ 0.127mm、120フィルムでは厚さ 0.098mm のセルローストリアセテートを指示体とする。現像処理は他のフジクローム製品同様、フジクロームフィルムプロセス CR-56 よびコダックのカラーリバーサルフィルム、 エクタクローム現像処方である E-6 現像を指定している。2015年12月に生産終了となる予定であることが発表された。富士フィルムのデジタルカメラの2009年以降の製品ではフィルムシミュレーションモードの中にプロビアとして標準でプロビアの色特性を再現した撮影となっている。ありがとうございます。